はい、皆さん、こんにちは。今日は可愛いイチゴの切り方ということで、こんな感じでね、ちょっとまあちょっとって言われでもないんですけど、まあ簡単にね、切るだけでこういう形でちょっとね楽しめるっていう形の切り方を紹介してみたいと思います。で、まあね、いちご美味しいですよね。まあそのままでね食べることが普通なんですけども、まあいちごねそのままかぶりついてもいいんですが、こうヘタのところからこう切って縦にこう密にスライスをする、ただそれだけなんですけど、まあねちょっとこういう風にするとパーティーとかねなんかでちょっと面白いかもしれないですね。ちょっと食べやすいですよね。で、盛り付けはまあ簡単にねこういう形で並べていただくと、まあお花みたいにね横にこう広げていくとまた面白いかもしれないですね。いろんなアレンジができますしね、こういう感じとかね、まあ、こういう形でちょっとした切り込みを入れると可愛いイチゴの切り方ができるということで、今日は簡単なイチゴの切り方でした。さすがです。 Thank you for watching. ポチョッ。